総願い寺は、茨城県小賀市中央町二丁目にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号を、足達山、陰号を、野田院という。鎌倉時代の憲法5年、新乱24屋からの一人、西年が解散。はじめは、武蔵区に安達軍の田にあったが戦火で消失し、慶長2年、両年が現在地に再興した。明治44年2月、田中正造が、 誓願書執筆のために宿泊。当時の小賀町には数多くの支援者がいたが、この寺の住職、井上習慣もその一人であった。昭和52年10月に死去した小説家及び文学研究者の和田義恵の母碑があり、聖、サビと刻まれている。和田義恵はこの寺で読売文学賞受賞作の継ぎ木の台や自伝賞を執筆した。ABC 小賀市民族編831ページ、田中正像と小賀町民34ページ小賀市、観光協会オフィシャルサイト小賀、ナビ、総願い寺、小賀市の文化財6ページ、茨城県公式ホームページ、茨城の文化財、木造新蘭商人造、小賀市の文化財18ページ、駅西口前、花もも館にて、小賀市公式ホームページ観光、 歴史小賀市の観光パンフレットアーカイブド2015年9月23日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシンより、ありがとうございます。